したもんなんでしょうか。何回なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっとしてよ鳥は大空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率まで散々でね、いつだって成就したいまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ女なら存在自体を消えちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。来週はいつ会えるんだろう。愛すべき人は運命的に決まってるって、それが本当なら視界に入ったものすべて受け入れてしまえばいいんだ。分かっちゃいるんだよ。通りの真ん中を歩けるような僕じゃないから、大抵足元気にして生きてる。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくてんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ女なら存在自体を消えちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率まで散々でね、いつだって成就したいまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもうやんなるよ。どうかいなくなれ女なら存在自体を消えちまえ。そう思ってどんくらい経つだろう。最大の問題点はね、現状じゃね、どうしようもない関係だね。その上会いたくなんじゃもうやんでるよ。どうかいなくなれ女なら存在自体消してしまえ。来週はいつ会えるんだろう。僕らいつ会えるの。